2016年5月12日、中国メディアの中国中央テレビが、12日に中国江蘇省で行われた U16 サッカー日本代表と U17 サッカー中国代表との国際親善試合の結果について伝えた。試合は、日本代表の上月壮一郎が2得点、中村敬斗、東俊輝、平川麗がそれぞれ1得点を挙げ、5-1で中国代表に大勝した。この結果が中国版ツイッター、ウェイボーで伝えられると、中国のネットユーザーから様々なコメントが寄せられた。高校生の試合でここまで差が出るとは。中国の子供と日韓の子供との差がまた開いたようだ。見慣れた点差だし、見慣れた光景だ。日本の選手の走る位置、パスからサッカーへの意識が伝わってくる。この種の意識はすぐに習得できるものではない。日本との差は明らか。日本は高校サッカー選手権を90回以上開催していることからもわかる。あと5年もしたらこのチームがナショナルチームになるんだろうな。日本のこの子供たちはいいサッカーをする。身体能力にしても個人技にしてもサッカーに対する意識にしても、とても子供の試合とは思えない。14億もいるのに11人の代表を選ぶのがそんなにも難しいことなのか。